運命開花着物でドリーマーズ。はい、始まりました。運命開花着物でドリーマーズです。今日も50分間楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、久々に今日旗振ってる人がねおりますけれどもね、はい、いつものように最初はちょっと告知の方をお知らせして、その後たっぷりゲストのお話をしていこうと思います。ではまずはコロナ対策についてです。演者スタッフの検温を行っています。今日私も35度あったし、さちろちゃんも36度あったし、はい、なんかいい感じの平熱みたいな、ね、そうですね。いつも私34度ぐらいしかなくてさ、爬虫類かなみたいなね、ちょっと低すぎみたいな感じなんですけど、はい。換気も50分に1回行っています。番組入れ替えの時のねスタジオでスタッフさんがきれいに拭きまくってますので ね、はい、消毒しています。素晴らしいです。で、除菌機器も導入しています。また鳥越アズーリのスタジオには大きな窓がありますので、まあ、緊急車両なんかがね通るとちょっと音がいろいろするかもしれませんが、ご了承ください。そして、番組応援の会ですね。鳥越あずり朝から夜までいろんな、ね、方がこの番組作っています。番組応援の会です。あれ、なんかが聞こえた。はい。で、ぜひ、絶賛募集中な、ね、応援の会入っていただけると嬉しいございますので、私たちもスポンサー絶賛募集中でございます。よろしくお願いいたします。そしていつものように番組への質問とかね、応援とかね、ちょっとコメントいただけるといいなっていうのがツイッターになっています。ではいつものようにツイッターの画面をね出していただいて、皆さんしっかりコメント入れられるように、はい。ちょるっと降りていくと生放送中の質問はこちらということで、ここを押すとそのままツイッターに飛んでいきます。今日も見てくれてる人いますかね。はい。早速私のたちの画面がありまして、はい、ここにそのままね、今日もはい、何ですかね、綺麗、いい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日なんかピピって早い感じで入りましたね。ありがとうございます。このように簡単にね入れていただけると嬉しいです。はい。そして、いつものように、スポンサーの2箇所ですね。まずは着物ドリーマーズですが、今日はねうちお店休みなんですよ。なんかね店長はなんかお芝居見に行くとか知り合いのところに行ってくるとか言ってね、昨日祭日だったけど雨で、でもそんな中外国人さんがいっぱい来てくれたというふうなことで、で今日はお天気いいんだけどもお休みということで、なんかどっか出かけてるそうです。はい。で、じゃあ私の方をね、また紹介したいと思いますが、今日はホームページではなくて、うん、ちょっとツイッターの方ですかね、見ていただいて、来週の12月、もう早いですよ、来週の12月ですよ。はい。もうちょっと降りていったところで12月の2日金曜日ですかね。はい。こちらが積水ハウスのショールームがありまして、うん、こちらでイベントがあります。入場無料、そして私は、無料公演ということで、その立運水明学で来年の運勢とか来年の展望とか、こういったことをお話をする予定で、これも無料になっておりますのでね。でちなみに、タロットって書いてあるところはサチノちゃんなんだよね。そうです、そうです、そうなんですよ。そうです、私も参加しさせていただきます、はい。これが癒しフェアの時に出たメンバーが割と揃ってたりとかするので、うん、宗匠先生が疫学を鑑定しますし、うんうんうん、アッコちゃんが数秘をするっていうような形でね、うんうん、癒しフェアのミニ版みたいな形でこちらもやってますので、ぜひ平日なんですけど2日の金曜日、うん、1時から夕方の17時まで、スムフムテラス、そうです、積水ハウスのショールームになってますのでね、ビルの結構上の方でとても大きくて、あ、そうなんです、広くて綺麗で、はい、そして、コーヒー紅茶飲み放題、飲み放題という環境でございますので、お待ちしております。お待ちしてます。運気が良くなるようにぜひご参加ください。よろしくお願いします。さあ、で、そんな幸乃ちゃんですよ、はい、はい、お待たせしました、はい、ちょうど5分が経過というふうな感じですけれどもね。はい、はい。幸乃ちゃんはこの間の癒しフェアでも、そうですね、一緒に出展したということで、はい、こちらでございます。
ブルーのドレスを着ている私の横にいる横にいる人です。はい、はじめちゃんです。癒しフェア、こんな大きな舞台はねデビューだった。本当に初めてでした、もう楽しかったです。楽しいですよね、あっという間 に、 あっという間に飲まず食わずで一日終わるみたいな。終わりました、終わりました。そんな、はい、でこれがまあご縁で今日もね出演していただけるというふうになった幸野さんでございます。はい、では自己紹介からいきましょうかね。はい、では名前は橋本幸野と申します。はい、なんか可愛い名前ですよね。そうですね、日本風というか。そうですね、母がつけてくれましたけど、まあ、最初はあんまり気に入った名前ではなかったんですが、はい、今この年になってすごく、幸野で良かったなと思ってます。芸名みたいで、はい、そうですね、でも本名ですもんね。そう、本名です、ね、はい、はい、そんな私はですね、香川県の高松市で生まれました。はい、はい、香川 の、 自然に囲まれたところで育ちましたが、2年間だけですね東京の短大で学びまして。あ、そうなんですね。はい、それで卒業後はまたこの香川に帰ってですね、就職をしたという感じですね。なるほど。はい、でその後社内恋愛ともしまして。そうなんですね。そのさっき聞いてない話がいろいろ出てきますね。やっぱり社内で今の主人と知り合いましてですね、結婚に至るという感じですね。はい、5年ぐらい一緒に仕事をしたんですかね、社内で過ごして、結婚して、まあ子供2人、上が男の子、下が女の子、はい、まあ、両方とも今年入籍という。素晴らしい。もう本当にバタバタの入籍でしたが、はい、無事に入籍を済ませて、2人とも、新しい生活をスタートし始めたと感じですね。じゃあもうお父さんお母さんお役目終わって、終わりましたね。それぞれに自分のやりたいことを、そうですね、これからはもういろいろと挑戦していこうと思っております。いいですね、そんな時に出会っちゃいましたね、出会っちゃいました。一緒に遊んでいきましょう楽しいことが待ってそうですよね。ですよね、ですよね、はい、はい、で私のお仕事ですが、現在ですね、杉並区にあります、ペパーミントという、エステサロン、エステとリラクゼーションが一緒になっているサロンでお仕事をさせていただいております。こちらですね。ありがとうございます。素晴らしい、はい、で、はい、で現在のお仕事に携わるきっかけになったものが、今から10年くらい前ですかね、娘が、体調不良になってしまいまして、体がもう節々がこう痛む、痛いしむくむみたいな、そういうなんかちょっと原因不明の不調が続きまして。原因不明なんですね。はい、原因不明でしたね。で当時娘は一人で東京で大学に行ってたんですけれども、あまりにも心配で香川から再出てきまして、そういう娘を連れていろんな病院を回り始めました。ですよね、それ心配ですよね。心配ですね、はい、いろんな検査をしました。脳、心臓、血液、本当にありとあらゆる検査をしたんですが、全部どこも何も悪くない。なるほど。でも体はむくんで痛いみたいな。なるほど。そういう状態が長く続きまして、でそんな時にですね、なんとなくこうリラクゼーションサロンっていうのが目に入ってきまして、で近くのそのリラクゼーションサロンに娘を連れて行ったっていうのがきっかけです。なるほど、はい、そこで、運命のお仕事との出会い。そう、お仕事との出会いですね。その時私は全く違う仕事を香川でしていたんですが、娘がこう施術を受けた後の娘の顔がすごいほんわかして、いつもこう暗いこんな眉間にシワを寄せた二十歳の若い子が眉間にシワを寄せたこんな難しい顔してたのがすごくいつも通り私が知ってる娘の顔に戻っていたし、すごい血行が良くなって、なんかこうその夜ですね、すごいぐっすり寝てたんですね、そういうのを見てですね、それもたった1回の施術で。そうですね、すごいなと思います、もう本当セラピストさんってすごいなって、いうのと、あと病院で治せないこう不調みたいなものが、こう治せるというか、良くなる、そういう
素敵なお仕事なんだなってビビビッと来てしまっきたんまですすね。それね。はやっぱりはい、ね。そうです、そうです。それで、娘を置いて、一旦香川に帰りまして、私はどうしてもこの仕事に就きたい、娘のためにも もう就きたい、目覚めてしまっ目たみ覚めたてしまいました。それがこの業界に、リラクゼーションという業界に入るきっかけになりました。じゃあ最初は香川の方で活動されてたんですね。そうですね、香川で研修を受けたりとかお勉強して、で、娘の体調不良を支えるために出てきて、娘と2人暮らしが始まり、でそこから東京の店舗でリラクゼーションセラピストとしてお仕事をし始めたという感じですなるほね。ど、もう出会ってしまったら、そ出こ会っ一てしまい直線ましでた。ね、はい、進んでいくっていそう、う。ちょっとなんかこうグッとなってしまいましたね。そういう性格ですよね。さっき生年月日聞いて、ちょっとそうずれて調べてみたいな、みたいな。そうですね、なんかもう本当にいろいろな人にですね、家族に反対もされました。その年で新しいことを始めるのは苦しいんじゃないかとか、無理なんじゃないそかのとか。年ではないよね。80でも90でもその年で新しいことができるみたいな感そうじでですすよ。ね、そう、家族にはちょっと反対を受けながらもですね、娘のためならやってみたらみたいな感じで始めたのがきっかけでも、もう本当にはまっていきましたね。なるほど。はい、で最初はボディケアといって、タオル越しにお客様のお体をこうほぐすような、そういうサロンで働いていたんですが、なんかだんだんこう働いていくうちに、ふつふつとオイルに行きたいな、オイルの施術をやってなみるほたいど。な、次のお知らせがおこう知来らてせしがまうわこうけで来すたんですね。ね。それでオイルの手技というか施術を教えてくれるペパーミントさんっていうところに行き着きまして、なるほど。もうそこも出会いですね。じゃね、そこ引き寄で、せ。行きず。でお友達からの紹介でペパーミントに行って、施術のその勉強をさせていただいたっていうのがきっかけで今に至ります。なるほど。多くの、お客様の施術をしている中で、いろいろな勉強というか、毎日ですね、気づきというものがありまして、で、オイルをこう通して、直接お客様の体に触れることにより、お客様、本当に多くの方が体が硬く冷たくなってるんだなっていう、そういうことに気づいたんですね。やっぱ心と体ってつながってつまなすがもっんてまね。すもんね。でそれで施術を受けた後はすごいほっこりしてお帰りになるんですが、また1週間ぐらいすると本当にまた元の冷たい体になって戻ってそうきてなんでるっすよて。ね。やっぱどんだけ世間は荒波でそうですね、ね。どんだけ大変な仕事で頑張ってるのかなっていうとこですよもうスね。トレスフルみたいな感じですよね。でそういうところからですね、これは体だけじゃなくて、ちょっと悩みというか問題をこう抱えていることによって体が硬くなっているんじゃないかなそうとね。いう、そういうことにまた気づきまして、そういう時にですね、お友達からタロットとかオラクルカードを遊びでこう教わって、こう施術と施術の合間のお客様がいない時に、最初はこう遊びでやってたんですけれども、そのお帰りになるお会計の時の、ちょっとした5分ぐらいでタロットをこう引いて、こんな感じですよみたいな感じでお話を、面白い。始めるようになりまして、でそこからどんどんまたタロットにのめりわあ、込んででいもくやっといぱうどんどん感じ。引き寄せられてしまったみたいな。そうするとですね、お客様が本当に体も温まって、施術後温まってることもありますし、心を開いてくれるっていうのことに気づきまして、タロットってすごい素晴らしいな、心を開くきっかけの、一枚になるんだなっていう感じですね。そんなところからですね、どんどん独学が始まるわけなでるほす。ど、どんどん沼にはまっていったわけ沼ですにはね。まっていきました。もう最初は YouTube とか、あと本屋さんで本を買い漁って読み漁るみたいまあさ、昔と比べると、ちょっとここの年齢もね、少し差があるんだけども、その昔から比べると本屋にしかなかったのが、今 YouTube あるし YouTube で、ね、いろんなありがたいです SNS でいろんなのがあっね。たりとかするから、
本当ここ数十年でその情報を集めるっていうような環境変わりましたもんね。変わりました、うん、はい、本当に YouTube のおかげで、うん、あのタロットが読めるようになったんですね、うんうん、はい、でそこからですねタロットのお客様というのが、うん、あの増えてきまして、うん、そりゃそうでしょう、ね、はい、本当にありがたいことに、うん、タロットだけでもいいのかなみたいな、うんうんうん、タロットだけあの10分ぐらいお話ししてくれないかなみたいなお客様が、うん、あの現れてきてご要望が来た、はい、なるほど、なるようになってますね。本当にありがたいです、はい、うん、そういうところからですね、うん、あの毎週水曜日にお時間、うん、サロンのお時間を、うん、あのお借りするような形であのベッドの脇でですね、うん、ちょっとあのタロットカードを展開しながら、うん、お客様をあのとカウンセリングというか お話をするようになりました、うん、すごいじゃないですか。トータルボディケアサロンのペパーミントを見て、はい、毎週水曜日はタロットデー。タロットデー、すごい、はい、完全予約なんですが、あのもしよければですね、うん、あのペパーミントの新公演時点の方にですね、うん、ご連絡いただくと枠をお取りすることができます、うん、何それはサチノちゃんだけがやってる。そうです ね、 すごいね、私だけがペパーミントの中でタロットと言ったらサチノさんなんですねそうですね、 今現在やってるのは私だけですね。おかしいですね、そのうちペパーミントサロンはなんかタロットの館になったあれみたい な、 あれみたいな、それも楽しいです ね、 ね、それも楽しいで す、 いいです、ね、水曜日はまるまるタロットの日みたいな、ね、そういうのもちょっと今降りてきますね、ね、いいですね、はい、はい、でそういうところからですね、うん、あのまあご縁をいただきまして、うん、いろいろなイベントに出させていただくようになり、はいはい、うん、あの七海先生との知り合えるっていう素敵な出会いがありましたねまあでもね、人から人のつながりの中でどんどん発展していって、ね、ね、うん、冗談から駒じゃないけどさ、ね、いろんな出会いがいろんな話を持ってきてでそこでまたそこに行くことによって次の展開が起きるって、ね、オセロゲームみたいな感じだなって私も思ってて、すごい不思議ですね、うんうんうん、やっぱね癒しフェアも出たことによってね自分のプロフィールになった時に、はい、ね、はい、あんなところこんなところって言った中でやっぱ癒しフェアにちゃんと出てました、それも大きなブースでとか言うと全然違いますもんねそうですね、うん、本当に多くの方にタロットを通じてお会いすることができて、うん、今は本当に楽しいですね、うん、いいですね、はい、あっちもこっちも2つが両方なんか発展してるみたいな、発展して いくみたいな感じで、うん、はい、じゃあそのなんか今日なんかふと見るとタロットカードがあったりとかするんですけども持ってまいりましたね、え、はい、なんかこれスタジオでタロット実演とかってあったりする？あんま ないよね。さっきスタッフさんもえないかもって言ってたのでちょっとここでタロットやってもらっちゃおうかなみたいな感じですよ、はい、よろしいでしょうか。イエーイ。じゃあ何をどんな風にするとやってもらえるのかしら。やりましょうか。そうしましたらですね、うん、今あのご覧いただいている方の、うん、今日の、うん、皆様へのアドバイスというか、うん、ヒントですね、いいですね、そういうのを、はい、あのタロットにいただこうと思います、はい、うん、よろしくお願いします。では言ってるなんだろうみたいな。そうですね、あのこのワンドの9、うん、こちらのカードが出ましたので、うん、こちらはですね、うん、あの強い意志を持ってぶれないでっていう感じですね、うん、なるほど、はい、うん、あの迎合しないというか自分の思いを、うん、人から言われたことによってあまりなかなか変えない方がいいよ、うん、強い意志を持って進みなさいという、なるほど、そういう今日アドバイス。どうですかスタッフさんそんな思い当たることあったりするだそうですよだそうですよ、結構ね私もこれもう1年以上やってる中でスタッフの生年月日聞いてスタッフのなんかいろいろこうでベラベラ喋った時もあったりとかしたってねあって、でそうするとあそうそうそうとか言ってガラスの向こうでワイワイ言ってるとかが面白くて、やっぱこれカードでなんかヒントとかもいいね。そうですか、いいね、ありがとうございます、いいね、いいね、ありがとうございます。はい、じゃあその強い意志を持つのと持つのと、あともう1枚ですね、もう1枚ね出てますね、はい、これは、うん、あのカップの8、うん、これはですね、まあ
8っていう数字の零度、うん、数字の、パワーがこう1回貯めて、うん、貯めたものを展開する、うん、貯めてから放出する、うん、そういうあの性質があるんですね、うん、だからカップの8だと、まあ、仲良くというかあのメッセージもあるんですが、うん、あのたくさん勉強しなさいみたいな感じの勉強して専門的なものを、うん貯めてからあなるほど、ね、展開する放出する、うん、しかも、うんあまりブレずに放出するという、うん、まあ勉強するのと同時に強い意志を持って行動するっていうそういう感じの今日は一日がよろしいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。なんか私個人的にすごく腑に落ちるところがいくつかあります。ありました。よかったです。なるほど、あのことがあれかな、あのことがこれかな、そうか、そういうことかな、ね、みたいなのがちょっとありますね、はい、そうですね。今日はまあ即決しない方がいいという、まあ、あの一回貯めて咀嚼をして いろいろ考えて勉強してから、うん、あまり自分の意思を曲げずに行動していきましょう、うん、みたいな一日です、うん、か途中でいろいろ言われたことにじゃああっちにしようかなこっちにしようかなっていうふうなことをするんではなく、元々の意思の強さのところに勉強してインプットしてでも最終的にやっぱりあれだなみたいな、ね、そうですそうですそうです、ね、すごい、ね、すごい分かりやすく言ってくださいましたすごい分かりやすく説明してくださいました。ありがとうございます。私物の例えが上手っていうことですよね。すごい上手確かにそういう一日、うん、だって下手するとだって最初に思ったことに対して勉強いっぱいしたらこっちじゃなくてこっちにしようかなってなってくるじゃないですか。そうですね、うん、でもそれって振り回されてるってことになっちゃうもんね。確かにそういう感じです。わかりました。今日ご覧の皆様ちょっとそこをねポイントにして、これまでのヒントとこれから先のヒントをちょっとこうねいろいろするといいかもしれない、ね、いいかもしれないですね。なるほど。これ何1枚引きとか2枚引きとかなんかそういう感じになるんですか。あそうですね、これは私の、うん教えてくださってる先生から教わった展開法なんですが、うんうんうん、7枚引いて7枚目が、まあ、表の影響。あ、なるほど。で、あの一番下が自分の潜在意識というか心の中の、うん、に影響するものというカード、うん、なんか内容全部喋っちゃったけど大丈夫大丈夫なんで裏情報喋っちゃったみたいな。そうですね、はい、そうですね、展開方法、はい、なるほどなるほど、はいはい、それで2枚になってるわけですね。そうですね、2枚、うん、そうですね。でカードはあの、まあ、やっぱり私はあの一つ一つ、ダイアルカナと小アルカナとね、そうですね、そう、あのこれは全部小アルカナなんですけれども、うん、まあ、一つ一つ性格があるような気がして人間と一緒だなと思って、はい、だから、まあ、お互いに影響し合って出てくるみたいな感じで読み取っていただいて感じていただければ。そうですよね、なんか液とかそういうのと同じで、はい、なんかこんなん出ました、でそれにもう一枚プラスされてそれとそれ合体してこんなになってますみたいな展開ですよね。そうですね、うんうん、そうでした。はい、はい、ありがとうございます。どうぞこの続きは、この続きは、後でビール飲みながら聞いちゃったな毎度のことなるだ楽し、ね、それが楽しみです、楽しみですね、はい、さあじゃあそんな、はい、タロットデーが水曜日にあるということで、ね、水曜日に、はい、18時からですね、はい、他でも結構なんかね、はい、月に1回タコパハウスでタロットリーディングやってるって、はい、そうです、うん、これもまあご縁で知り合ったあのタカコさんですね、素敵な方のお家をお借りしてですね、うん、はい、これってディアウーマンつながりですもんね。そうですね、ディアウーマンの、うん、はい、仲間ですね、うんうん、はい、そこのタカコハウスさんで、まあ、うん、タカコさんが美味しいあのお食事を作ってくださって、ご飯作ってくれるお母さん、そうです。で、まあ仲良しの香里ちゃんが施術をして、うんうんうん、で、まああのタロットで、まあ、悩みを解消するという、うん、そういうあの毎回素晴らしいなんか三種類が揃ってるみたいな感じですよね。そうですね、うん、本当に毎回あのご好評いただいてますので、好評だと思います、はい、ね。そうですね、こちらもあのフェイスブックなどで、うん、告知をさせていただくので、うん、まあすいません、ありがとうございます。こちらで告知をさせていただきます。だいたい月に1回、まあ
平日が多いんですが、はい、こちらにご連絡いただきましたら、うん、あのご予約の枠ですね、お取りすることができますので、うん、はい、ぜひお待ちしてます。タロット気になるなっていう方は気軽に、はい、まあ、メッセージ添えてお友達申請とかもね、はい、していただいて、うん、なんかタロットっていうと、まあ、あの怖いんじゃないかなみたいな感じで、うんうんうん、あの時々あの聞くんですけども、タロットってそんなにあの悪いカードっていうのは私はないと思ってるので、だってそれはね、そうですね、東洋戦術だって陰と陽が両方あるわけ で、ね、悪いっていうことではなくて、マイナスに出たり、ね、あんま注意事項として出たりっていうのと、で、ね、両手放しでいいよっていうのとのその違いなだけだから、ね、そうですね、そう、うん、タロットも全くその通りで、うん、まあ、表 の、 あの影響が出たり、まあ、ちょっとあの傾いて出たりっていうだけの話だと思うので、うんうん、まあ、あのタロットは別に全然怖くないよっていうことを伝えたいですね。はい、うん、多くの人にね、正しい意味合いというか楽しいところがね、うんうん、伝わるといいかな、うんうん、みたいな、いいかなと思います。はい、ありがとうございます。あとですね、はい、あと1月からなんですけど、うん、まだあの、あ、そうですね、そうですね、うん、あの来年の予定が入りまして、うんうん、1月からもう第1第3か第2第4かのどちらかの金曜日にですね、うん、ティティカフェさんっていう、うん、あのカフェで、うん、あのお昼から、うん、お昼12時くらいから、カフェはどこの場所にあるんですか。どこだっけ、どこだ。じゃあそれはフェイスブックで、フェイスブックでお知らせいたします。豊島園ですね、豊島園にの駅が、最寄りの駅になります。西武池袋線、ね、そうですね、はい、豊島園の、ティティカフェさん、あの検索していただくと出てくると思うんですが、そちらで、うん、あの金曜日に隔週であのタロットをさせていただけるようになりました。いいですね、水曜日のタロットでもあれば、はい、金曜日のタロットでもあるということで、はい、忙しいじゃないですか。忙しい、嬉しいですね、嬉しいです、はい、嬉しいです。そちらであのお待ちしてますので、そちらもフェイスブックで、うん、あの告知させていただくので、はい、あのメッセージいただくと、あのそちらもご予約の枠をお取りいたしますので、うん、はい、ぜひお待ち、よろしくお願いします。はい、ではそんなところからちょっと施術のね、リラクゼーションのところでもいろいろサチノさんが記事を書いたりする、はい、ブログなので、はい、うん、そこもちょっと順番にパパッと見ていこうかなと思います。はい、今タロット的な話がメインになりましたが、はい、実は、ね、リラクゼーションセラピストという活動と両方、ね、両方、両方やってる感じなので、両方やってます。はい、では最初の記事からちょっとお願いしていきましょうか。はい、うん、こちらですね、はいはい、こちらは、ツボオイルセラピーについて書かせていただいた記事になりますね。うん、あの、ペパーミントで一番特徴的なのは、うん、あの流すっていう、そのオイルで流すだけではなく、うん、きちんとこうツボを指圧で押さえながら、うん、ほぐしながらオイルで流していく、うん、そういうあのそれがまあ私は特徴的なあのペパーミントの施術だと思っているんですけれども、うん、はい、ほぐしでこうほぐしというか、その施術でこう指圧でほぐすことによってより、うん、あの血液が流れやすくなる、うんうんうん、あの筋肉、固まった筋肉がほぐれやすくなる、緩むみたいな感じですね、はい、緩みますね、はい、うん、そちらが、まあ、一応あのペパーミントの売りというか、とても代表的な、うん、あの施術になります。はいはい、まあ、そんなこんなの記事をそのペパーミントさんのホームページ内で、はい、まあ、いろんな人が記事書いてるのかな。そうですね、あの、はい、交代で、交代で、あの、はい、うん、セラピストが書いてますね。じゃあ幸野さんの記事をちょっとピックアップして、じゃあ次の記事いきましょうかね。はい、こちらはですね、はい、あのペパーミントがダイエットを結構推してる、うん、あのサロンになるんですが、うん、あ、ダイエットっていうと、まあ、みんなこうあの食事を制限したりとか、はいはい、あの機械をこう今映ってる機械ですね、それをかけると痩せるんじゃないかっていう、うん、そういう感じで思ってる方が多いと思うんですけれども、うん、そのダイエットの根本にあるのもやっぱりあの体のコリとかですね、張り、むくみっていうのをこうほぐして流してあげることが一番大切なんだよっていうことを書かせていただいた記事ですね。そんなことがいっぱい密接してあるわけですね。はい、そうですね、なるほどなるほど、はい、体が冷たく硬くなってる方はやっぱり急にですね、うん、あの食事を制限したりとか、あの機械をかけてもなかなかその、まあ
効果が出ないっていうは言いませんけれども、うん、効果が出にくい、効果をこう高めるためにも、うん、ツボオイルセラピーでまず体をこう整えてから、うん、それからあの機械をかけるのがおすすめですよという機械、あのなんか順番に行くのの最初の予備運動みたいな感じで、そうですね、ほぐすことがあって、うんうんうん、でまあオイルのあれがあって、そうすると機械の効果も出やすく、そうそう、なるほど、効果がすごく高まるっていう感じの、はい、記事ですね、はい、で次か、はい、うん、いいですね、その順番になんか分かりやすく説明してもらってるっていうのね、はいはい、これはもうそもそもあのペパーミントのツボオイルセラピーってどんなもの、うん、みたいな感じのツボオイルセラピーについての詳しい記事ですね、うん、まあ、あの本当にあの生態とか、うん、あのとどこが違うんだろうって、もうそもそも施術の違いっていうのがわからない方が結構多くて、 それがいろんなところに行った人は、ね、これってこういうことやるし、これってこうならね、そう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 、わかるけど、そう、私はあんまり行ったことないので何してんのかなみたいな感じになりますよねそう、全部一緒に見えて、うん、どこ私の体は一体どこに行けば一番良くなるんだろうっていうのがわからない方があの多いなっていうのに気づいて、それが結構びっくりしたので、うん、それについて、うん、まあ、あのツボオイルセラピーってこういうものですよっていう、うん、そういう説明です、うん、なるほど。私ね、若い頃にね、もともと首が長くて肩こりがすごくってっていうふうなこともあって、うんうん、でもかあの肩揉まれるとこり盛り返し揉み返し見たくなっちゃって、うんうんうん、いやちょっとどうにもなんか嫌だなと思ってたら、ある日突然起きれなくなって、ぎっくり首って言われたんだけど、普通のお医者さんに行ったりなんかレントゲン取ったりとかしても全然何も分かんないんだけど、とにかく首が回らないので、起き上がるのにもうこうやって頭押さえて起きないと起き上がれないっていう大変そう で、うん、でもその後、うん、じゃあこれはマッサージとか針とかやった方がいいですよって言われて行ったんだけども、今度針刺さらないみたいな感じでいやもうなんかね、そういう施術系どうもね苦手系なんですよ。そうなんですね。ね、ぜひ私にお体を触らせていただきたいと思います。本当にペパーミントに緩めて温めて、はい、そう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 、その順番がやっぱりあったんだろうね。そうですね、そうですね、なるほど、はい、じゃあ次次見ましょうか。はい、やっぱそういうね、やったことないとか言ってる人まだまだ世の中に入ると思います。私これこれ蜂のファンじゃないですか。そうですそうです、私のフェイシャルサチャレンジのなんと自分が生贄になっているみたいな。そうですそうです、本当にいいんですか、こんな顔出しちゃって本当に恥ずかしいですけど、まあ、でもあのこれは、うん、あの他のセラピストのその施術をタダで受けさせてあげるから記事書いてみたいな、なるほど、写真もちょうだいみたいな感じで、はい、あの出ちゃったやつですね。まあ、うん、でも本当にあのあんまり、でも違いますよね。そう、そうですよね、うん、疎くて、うん、そんなもう化粧水なんてあんまりあのパタパタパタぐらいでいつも済ませてたんですけど、うん、まあ、きちんとやれば効果は出るんだなと、うん、本当にあのセラピスト自ら言ってしまうみたいな。そう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 本当にもうお客様にいいですよって勧めてたのは勧めてたんですけれども、身をもって感じることができて、うん、まあそこからもう自信を持って、これはもう絶対この施術とこの化粧品はいいですよみたいな感じで進めることができるようになったきっかけの記事ですね。なるほど、はい、ぜひ幸野さんの使用前使用後ぜひ恥ずかしいですが見てください、はい、見てください、詳しく書いてありいただきます。詳しく書きました、ありがとうございますじゃあ次が、次がダイエットですね、はい、そうです、こちら、うん、あのダイエットの記事、まあ、ペパーミントがあの、まあ、2つね、2大あの、まあ、進めてるものがあるんですけれども、うんうん、その中の大きな一つが、まあ、ダイエットで、まあ、ダイエットの記事はだいたい月に1回ぐらい誰かがアップしてるんですけれども、ね、はい、あの秋は、まあ、食欲の秋で、まあ、皆さん太るっていうのを、まあ、頭で感じてる方が多いと思うんですが、秋は絶好のダイエットチャンスですよっていう、そういう記事ですね。一番秋に始めるのが痩せやすいですよっていう記事になっています。はい、そう、ですね、夏は結構、うん、あの汗かいてるから痩せると思う方が多いと思うんですが、うん、結構
構あの太ります。それはそうなんですね、はい、結構あの冷たいものを飲んだり食べたりすることによって胃腸の疲れと、はい、あと冷えますもんね、はい、でクーラーによる冷え、うん、それで、まあ、体がむくんだりとか冷えたりとか、うん、体の冷えが一番ダイエットにはあの悪いので、だから胃腸の冷えから、まあ、代謝が悪くなり溜め込みやすいお体になるのが、うん、秋になってちょっとようやくこうクーラーがね、いらなくなった時期に、うんうんうん、お外でこう走ったりとか歩いたりとか、まあ、あのお散歩程度でも代謝が上がるようになりますので自律神経が整いやすくなるんですね、うん、自律神経が整うと、まあ、あの代謝が上がってきますので、うん、ダイエットチャンスですよ、秋はチャンスですっていう記事ですね。なるほど、これ皆さんちょっと読んだ方がいいかもしれないですね。読んだ方がいいですね、ぜひ読んでください、ね、ぜひ読んでください、はいはい、じゃあ続いてもう一個ダイエット記事があるということで、ありますね、こちら、はい、こちらはこれは何の商品、これは製品あの大高酵素さんっていう、うん、あまあ、古くからある酵素のあの会社ですけれども、うん、はい、そこから、飲むだけの酵素じゃなくてお風呂に入れるバス酵素っていうのが出てます、はい、それが本当にあの結構あの血行が良くなり、そのままタイトルバス酵素、酵素って書いてあるんですね、はい、うん、あの発酵入浴剤、あまり聞いたことないと思うんですけど、うん、発酵入浴剤の記事なんですけれども、うん、それをこうあの入れることによって、まあ、すごいあのデトックス効果が高くて、なるほど、はい、あんまり、うん、あの知らない方が多いんですが、それを使うことによってもリピーターさん、一回使うとリピーターになるというぐらい、うん、まあ、有名なバス酵素ですね、うん、あのちょっとに香りが苦手だなっていう方もいるかもしれませんが、一回ちょっと今日何系の香りとかってやつ、ね、本当にあの森の香りみたいな、いいじゃないですかね、まあね、あのはい、うん、草とか森とかの香り、緑な感じだ、そうですね、ちょっと苦手な方は中にいるかもしれませんが、ね、私なんかは結構ね、癒される香りなの、青臭いみたいな感じだったりするのかな、そう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 いう感じです。よくあのまああの1回買うとリピーターにつながる方が多いので、うんうん、はい、ちょっとあの敬遠せずにちょっと一貫チャレンジしてみてはいかがでしょうかという感じですね。ね、そしてちょうど秋もまあまあ11月になってもね、12月が近いですけれども、ね、ぬくぬくしてるとやっぱりここで太ってしまうかもしれないのでぜひダイエットの記事も読んだり、ぜひ読んでみてください。でもさ、そうやって思うと一年中いつだって決意すればできるのかなっていうところもありますよね。そうですね、そうですね。ね、だからこうでなきゃいけないとか、ね、夏に向けてやっぱり春からとか言いながら、いやでもね、一年中いつでもやればその気になればいつでもできるみたいな感じなのかしらね。そうですね。はい。それにはまず体を、うん、あの緩めることが。一番だと思います、うん、もうあのこの10年ぐらいですね、うん、あのお客様の体を触っていて、うん、思うことは本当にあの自律神経を整い、うん、あのまあ、ゆるあの柔らかい体、柔らかい筋肉にしてあげること、うんうんうん、ってことはやっぱりさ、心が柔らかかったり、ね、気持ちがまろやかな感じになってないと体に出てくるだろうし、うんうんうん、ね、心でガリガリしたりガチガチしたり頑固になったりとかすると、うん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 、やっぱりいろんなことがうまく回らないとかっていうことつながりますよね。つながります、本当に、うん、本当にその通りだと思います、うん、だいたいだってね、ちょっとあれの話だけどさ、頑固で強情な人ってだいたい便秘なんですよ。本当本当本当です、本当です、ね、うちさ鑑定に来たりとかなんとかして、私は生年月日からこうやってさ、立寸数名学でね見てやってるんだけども、でどうのこうのって話してて、で、あ、なんか頑固で強情でなんかいろいろ言ってんなと思ってさ、ね、便秘でしょって言うとね、はいとか言う。素晴らしい、本当にそうです。でそれ、ね、便秘直すと運が良くなるよみたいな感じなの、頑固で強情をやめればいいから。なるほど。 それはなんていうか、私がすっごい頑固で強情な便秘だったんですよ、昔若い頃ね。でいろんなことチャレンジして、いろんな薬飲んで、いろんなことやったんだけど、その辺の仕組みが分かってきて、うんうんうん、まあ、出家したりなんだりかんだりとかして生活のリズムもいろいろ変わったりとかしたところで、うんうん、体質が変わったって、これ頑固で強情さがなくなったんですよ。素晴らしい。そう、いろんなこうね、とんがってたものがね、ポッポッと取れてって、うんうんうん、まあ、しょうがないよねとかさ、まあそうだよねみたいな感じになってきたら全然運勢変わってくるし。素晴らしい。私ももう本当にその通りだと思っていて、
お客様の体を変わる触ると性格が分かるよ、ね、この人は多分この方こういう性格でこういう生活をしてるんじゃないかっていうのがだんだん分かり始めて、うんうん、それからまあタロットに、うん、タロットが有効だなと思うようになりましたね。やっぱりその一つだけでアプローチするよりは多角的にいくつかのアプローチが多分あった方がその人にとってどれがヒットするかはね分かんなかったりするから、でここですぐヒットする人もいればここ攻めてここ攻めてここ攻めてじゃないけどさ、いくつかのアプローチをしてそれが融合してヒットするっていう人もあったりするし、ね、そうですね、うんうんうん、その通りだと思います。なるほど、なるほど、はいはい、そしてじゃあ続いてね、気がつくともう40分ですよ。八野さんよく喋ってるじゃないですか。今日本当に喋れるかなって思いながら来ましたが、喋ってるよ、楽しい。ねえ、じゃあそんな八野さんがねこれからの展開のまた一つとして、はい、こちらの画面見ていただきましょうかね。じゃーん、じゃーん、はい、この会社はね全日本に展開してる会社さんだからね、はい、でここでここでですね、12月の、うん、火曜日から、うん、毎週火曜日ですね、うん、お世話になる、お世話になるというか鑑定をさせていただけるようになりました、うん、はい、ありがとうございます。多くの方にですねタロットの魅力、うん、あと、タロットを使って、うん、お話をさせていただいて、うん、まあ、一緒に幸せになるヒントをつかめればいいかなっていう感じで思っております。これは、生で出演する、ね、そうですね、生で鑑定させ、うん、対面でお話をさせていただけるので、うん、場所はどこになるんですか。はい、ですね、うん、池袋新宿、うん、で、あと表参道ですね、うん、3店舗をシフトで、はい、回るような感じになって、うん、毎月告知をホームページでさせていただく感じですね、うん、じゃあいついつは池袋ですよとか、あ、そうです、そうです、いついつはあれですよ、そうですね、そこでホームページからも予約ができるようになってますので、はい、ぜひ皆さんにお会いしたいと思っております、ね、今日と同じお洋服で、そうです、ね、今日同じお洋服で、はい、させていただきます。本当に多くの方お待ちしてますので、はい、タロットカードは全く怖くなくて、うん、私は本当に友達にですね、こう語りかけるような感じで、友達にちょっと悩み事を聞いてもらうような感じでですね、うん、タロットを使っております。うんうんうん、だから皆さんもタロットに悩み事を相談しに来ていただきたいなと、ね。なんか最近はカードもオラクルカードとかさ、はい、ね、エンジェルカードとかさ、ほにゃほにゃね、いろんな名前のカードがあって、ね、カードがあります。はい、いろんなカード。一人の人で何いくつも持って、そうですね、ね、はい、今日のあなたにはこのカードでとか言って。ね、そうですね、カードによっても体質性質が違ったりとかも ね、 そうですね、はい、そうね、ありますね、うん、はい、そんなんでじゃあ、いろんな悩みをねぜひ相談していただける、ね、悩みっていうかなヒントヒントヒント、うん、ヒントね、はい、そうですね、うん、悩みがなくちゃいけないわけではない、ないね、そうですね、話しに来るだけでも大丈夫ですよ、そうですね、何でもお話ししに来てください、そこから気づきにつながるみたいな、ね、そうですね、うん、はい、うん、じゃあそして次がイベントの告知もあるということで、はい、これ一つはね、さっき私のあれで伝えたので、はい、あとメトロポリタンのね、プラザ、そうですね、うん、お待ちしております。12月2日です。そしてもう一日が、はい、12月8日、うん、先ほど紹介しましたタカコハウスで、うん、はい、10時から17時にですね、これ時間長いじゃないですか、10時から、そうです、もうフリーなので、うん、はい、まあ、ご予約いただいた方がいいんですが、うん、都合のつく時間にいつでも来ていただけるような感じで、うん、はい、この日はですね結構な、うん、いつもは3人でやってるんですが、うん、この日は本当に多くの方が出展される予定 で、ね、はい、また告知は後ほどさせていただくんですけれども、うん、焼き芋とか焼いたりするみたいなので、はい、焼き芋食べに来るだけでも楽しいと、ね、ね、ちなみにこの高子ハウスの高子さんは12月の3週目に来るんですよ、あ、ここに出演、素敵、タカちゃん、タカちゃん出ないよとか言って、タカちゃん、そう、他の出演したメンバーとかもいた時にそうよ、タカちゃん出ないよという話になってじゃあタカちゃん出るとか言うか、出るとか言って、すごいすごい、なので、まあ、そこでもね告知してもらうけど、はい、そうか、8日じゃあ終わった後だな、そうです ね、はい、次の週、次の木曜日にタカちゃん出る、タカちゃん感じだね、はい、
まあ、来年の節電とかね、いろいろたかちゃん家でもあるので、ね、はい、素敵な方です、はい、本当に、ね、はい、あの人家どこだっけ、ゆりが丘、ゆりが丘、はい、ゆりが丘の駅から降って山見たらここ山全部たかちゃん家ね本当に畑があって、はもう素敵な 山全部高ちゃんちそういっぱいいろんなものができてるんですけど、 そこのあのもう本当に無農薬のお野菜を作って、あのいろんなものを作ってくださる素敵なシェフですね、ね、はい、シェフ、うん、シェフなのかな、お母さん、お母さん、お母さん、畑で取るのも次から次から出てきて、そうです、そうです、バーベキューやってみたりとか、そうそうそう、ね、家の中ではヨガやったりとか、そう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 、ね、すごいよく知って、はい、大邸宅ですからね、そうです、はい、もう本当にぜひぜひお待ちしております、すごい楽しい、はい、焼き芋を食べに来てください、はい、焼き芋で、焼き芋でらしいです、はい、高子ハウスです、はい、さあ、そうこうしているうちに残り5分ほどとなりましたので、はい、じゃあ最後にね、さちのさんが言いたいこととか、ね、はい、お伝えしたいことを、ね、伝えしたいこと、したいと思います。はい、ですね、私がタロットカードに出会って一番良かったなと思うのは、うん、ちょっと困った時にですね、うん、タロットカードを引くことによって、うん、抱えていた問題とか、うん、辛い悲しい出来事とか、うん、そういうものがですね、違う角度から、うん、カードを通して教えてくれる、こっちから見るとこういうことだよみたいな、うん、そういう感じで、こういう大きな問題だと思っていたことも、うん、あ、なんだこんなことだったんだ、全然大丈夫じゃんみたいな、はい、みたいなことありますよね、はい、そう、だから角度を変えると全然大丈夫ですよっていうことを、うん、皆さんにお伝えしたいです、カードの神様がこっちから見れば、はい、みたいな感じ で、ね、感じで、はい、教えてくれるので、うん、一緒にそのカードを使って、まあ、見る角度を変えるというか、まあ、ヒントをもらう、うん、そういう感じでお話ししたいなと、そういうことを皆さんに伝えていけたらなと思っております、うん、なるほど、はい、まあ、そうやって心をこうピュアにしてもらって、もやもやしたものをなくしてもらって、うん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 、その精神的な部分をきれいにしてもらった中 で、 中でその次にもし何なら体もリラクゼーションでピカピカにしてもらう、ピカピカにして痩せるしで、流れは良くなるし、なるしで、そして柔らかくなるし、そうです、ね、体と心が元気になるっていう ね、 ね、そういう、で心が柔らかくなったら体も柔らかくなって、そうそう、また体が柔らかくなるとまた心もや軽くなるという ね、 これね、みんな女性専用なのそこって、あ、いや男性の方もいいんですが、うん、大丈夫なんですけれども、うん、まあ女性の方が9割ですね、うんうん、男性の方は、まあ、知り合いの方が多いかなっていう感じですね、うんうん、ちなみにセラピストさんはみんな女性、セラピストはみんな女性です、はい、じゃあ女性の人に男の人がいろいろセラピストさんに触ってもらうそういう表現でいいのかな、コリを流してもらう、うんうん、そうですね、え、はい、男の人も行っていいんだったらちょっと行くといいかもね、そうですね、男性もね結構ね頭疲れてるし体疲れてるんですよね、そっかそっか、ヘッドスパみたいな感じの、ね、感じもあります、何もこう体をあれするわけではなかったりとかしますよね、はい、うん、いやでもなんか女の人にこう例えば毛も生まれてもさ、なんかドキドキしちゃったりとかするよね、分かんないけどどうなんだろう、どうなんだろう、まあ、今のところ何の問題もありませんそうだ、じゃあさ、私が考えすぎなんか期待しすぎみたいな、なんか恋が芽生えるとかあるのかなとかさ、なんかね、確かに今はないですないです若い男の子とかね、そうですね、そうですね、若い男性の方はね、うん、美を追求しにフェイシャルを受けに来る方が多いですね、はい、最近の若い男子はね綺麗ですよ、そうよね、すね毛がないとか ね、 いろいろなんか脱毛的なこともあったりとか、うんうん、あと何、私の知り合いの人のセラピストさんに、風花さんだ、うん、男の子の眉毛で開運眉毛とかいうのもやって、男の子がかっこいいキリッとした眉毛になったりとかもしてるので、本当にどんどん開運してるの、素敵、だからやっぱりなんか化粧とかもね出てきたりとかするし、うん、お化粧品の CM をだってね、スケートの、うん、羽生くんがやったりとかしてるから、なんか男の子がそんなところに行くのはどうなのよっていうようなのはもう今ない、ね、ないね、はい、うん、ないです、
男の子もじゃあほぐれて柔らかくなって、はい、ぜひお待ちしております。心も体も、はい、リフレッシュしていただけるといいのかなっていう感じですかね。はい、はい、お待ちしております。そんなこんなで本当いい時間になりました。いい時間になりました。じゃあちなみに来週なんですけれども、来週のゲストさんが同じく癒しフェアに一緒に出ていた、元祥先生で、超過半かとか言って、イーチンタロットって言ってた。素晴らしい。イーチン、うん、そうそうそう、うん、その方が出る予定でございますのでね、またいろいろ面白い話になるんじゃないかと思います。はい、じゃあいよいよ終わりですよ。どうでした？すごい楽しかったです。本当に初めての経験でありがとうございますっていう感じです、はい、ね、はい、この、ムービーを2週間後にはアーカイブになりますので、ぜひ Facebook にも貼り付けていただいて、貼り付けて、はい、宣伝していただいて、はい、でタロットとね、セラピストとしての活動の応援に使ってもらえればと思います。はい、はい、では以上、今日は、リラクゼーションセラピストでタロット鑑定士の橋本幸乃さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。楽しかったです。